こんにちは、つちのこです。今日は5月15日、バチトレルセンターのね、更新日です。こんにちは。今日の新バチは Wii U のゲーム、ゼルダの伝説風のダクト HD っす。ほう、こんな感じのリンクが活躍するゼルダの伝説っすよ。スマブラではトゥーンリンクって名前で呼ばれてるっすね。へえ。トゥーンって言葉はリンクの見た目のことなんですけど、トゥーンっていうのはつまりこういうことっす。あ、リアルってことなの？本当のね、トゥーンの意味を知らないんで、これがボケなのかどうか全然わかんないんだけど、トゥーンだね。そうっす、これがトゥーンっす。ん？すいません、これトゥーンじゃなくてリアルっすね。いや、トゥーンって何なの？これがトゥーンだ。トゥーンのはずだ。それマッチョ、トゥーンだね。トゥースかな。春日ネタが入ってますね。トゥース。やらせたのはお客さんだぞ。今度こそ思い出したっす。トゥーンはこんな感じっす。簡単に言っちゃうとアニメっぽい見た目っすかね。アニメの世界を冒険してるみたいな気分でゲームを楽しめちゃおっす。風のタクトはトゥーンなリンクが船で冒険するゲームっす。あ、じゃあトゥーンっていうのは本当にアニメっていう感じなんだ。いろんな島を巡ってダンジョンで謎解きしたり、海の中のお宝を見つけたり、バトルもこんな感じにトゥーンな演出がかっこいいっす。うちのバッジももちろんトゥーンな感じっすよ。あとバッジを作ってる店長から聞いたんすけど、ここだけの話、風のタクトはゼルダの伝説シリーズの中でも若い女の子のキャラが結構充実してるぞ。僕は一番右の子が好きかな。あ、一番左の子だね。ちょっと間違えました。左からリト族のメドリ、真ん中が女海賊のテトラ、右がリンクの妹のアリルス。へえ、妹なんだ。右側妹がいるの？そうっすね、リンクのおばあちゃんもいるっす。いやいや、ちょっと待って、リンクって結構ね、顔立ちが外国っぽいけど、これどう見ても日本人のおばあちゃんだよね。ちょっとびっくり。もう格好も日本のおばあちゃんっぽいね。腹巻きしてて。風のタクトのリンクは生活感ある感じで自分は好きっす。じゃあ今日はゼルダ代大量入荷ってことで無料プレイかな。店のオープン5ヶ月記念の無料プレイプレゼント、トゥーンとリアルの違い覚えたっすかね。トゥーンはね、アニメっぽい感じなんだね。分かったよ。ほう、あ、結構綺麗だね、こうやって見ると。さあ、寝台見ていきましょうか。なるほどなるほど。あー、結構大変そうだね、これも。あ、おばあちゃんがいる。おばあちゃん、やっぱり日本人っぽすぎるでしょ。妹も可愛いですね。起動バッジは船の旗かな、これ。いいね。そしてルピーと、すごい、何これ、果物あれ。左上のは豚っぽいけど、何なんでしょう。とこれはお手紙かな。お手紙とかチケットとか、蝶のブローチとか、いいね。チャンピオンベルトとかあります。あとはハート、鍵とか、いいね。コンパスとかマップとか。よし、こんなもんか。さあ、じゃあこれからやっていきましょうか。おばあちゃん結構いいから、おばあちゃん押し込みで取れないかな。右はもう押し込んでみます。それで左のポットを掴む感じ、いきます。さあ、どうでしょう。あー、掴めないか、ポットが。よし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 。おお、いいよいいよ。あーらららららら、ポットが詰まっちゃった。あれはでかいね、ちょっと。はい、おばあちゃんね。おばあちゃんと盾と剣をゲットです。じゃあ練習台いきますね。今日の練習キャッチャーは、お、動物の森の台ですね。真ん中の穴から大量ゲットを狙いたいっすけど、隙間がないと詰まっちゃうんで、右の穴にも運んだ方がいいっすよ。じゃあ練習スタート。さあ、これ本番台もやりましたね。どうしてもね、右左取っていくとバッジがね1個残っちゃったけど、
でもね、やっぱり右と左分けて取った方が僕はねいいと思います。じゃあね、右側のカーネーションを掴んで猫のサッチとワシのティファニーを取っていきます。いきます。ほい、あららららららら、ちょっと待って、こんな詰まると思わなかったな。それじゃあ左狙っちゃおうか。猿のチッチとペンギンのポーラ、ネズミのね中古いきます。猿をまっすぐ押す感じ、いけ。あららららら、らなんか僕がやった時と全然違う感じになってしまったな。さあ次はギリギリ狙いでカーネーションをまずはどかさないとダメだね。右側行きます。ギリギリ、えい、押し込め、よし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 。これは2周目にはいけないね。残念。次は、左狙おうか。ペンギン行きましょう。えい、ポーラよ、つかめ、いけ、弾けろ。これはね取りやすい左の中古を狙います。右の方がね実はアームの幅が狭いので、あのね棒に当たる可能性がある。よし、7枚でした。詰まると結構きついねやっぱり。さあどうでしょう。ふん、あ、1プレイ無料ですね。さて次は、妹さん狙いましょうか。リンクの妹、引き抜けるかな。いきます、狙います。ほい、どうでしょう。グイッと、あ、そっちが落ちた。失敗だね。あー、これは2手はかかるな。上を取って、あの単眼鏡はね妹ちゃん取ったら落ちてくれると思うんだけど、ちょっと厳しいかも。何壺だろうねこれ、蜜かな。はい、課金やっちゃうよ。ちょっとね今迷い中です。これね後で2プレイで取れちゃいそうだから、最初にね5プレイあるから他をコンプしたいなぁなんて思ってきちゃいましたね。これとかどうだろうか。最初にソード取って、次リンク取って、ちょっとやってみちゃおうかな。これやりましょうか。最初、ソード取ります。マスターソードかな、ちゃんと取れるかな。大丈夫だね。そしてリンクを掴んでいきます。ほい、あ、大丈夫かな、入るかな。失敗しちゃった。ちょっと左寄りすぎた。いけ。うわ、微妙残っちゃったな。取れるのかな、取れてくれ、頼む、掴めてくれ、落ちないでくれ。最悪に落ちた。これ掴めないでしょう。ダメだこれ。まさかここでもごもごすると思わなかったな。はい、はい、剣とねシールド、そしてこれは何だろうな、装飾品。あとリンクゲットです。まあ大丈夫でしょう。これも余ったプレイで取れる場所だと思うから。はい、それじゃあ今日のミーバースコーナー行ってみましょう。巨大怪獣 VS マリオ、学校が大ピンチっす。学校が壊れたら授業が休みとか考えちゃダメっすよ。すっげーでかいね。
バッチってこんなでっかくできるんだ。一番大きくしたってことかな。んー、でもこのマリオだと踏み攻撃しかないけど、ドラゴンに角があるからな、ちょっと強敵かも。普通に踏んでもね、マリオダメージ受けちゃいそう。どっちが勝つんでしょうか。上から攻めてくる敵を撃ち落とすシューティングゲームっすね。名古屋の人がうまいらしいっすけど、なんでなんすかね。これは若い人わかんないじゃない。インベーダーゲームですね。一番下までインベーダーをね持ってきて、左からババババババって撃つのが確か名古屋撃ち。ゲームセンター CX でね、有野課長がやってたの僕見ました。あとね、これ、黒服たちの、カイジのやつ、僕最後のね無言で落ちていったルイージのためにも絶対最後まで渡りきるっすっていうとこね、A ボタン押してなくて知らなかった。実際ねカイジでも、人がね落ちてしまうんだけど、まさかねルイージが無言で落ちていく役割になってるとはね思わなかったです。ルイージの扱いひどくないっすか。ということで、今日はね、寝台を2台やりました。まあコンプはできてないけどね、また明日からちょっとずつね僕はやっていこうと思うんで、よかったらね明日も見てください。でね、もしうまく取れたやり方あったらこっそり僕に教えてください。それじゃあ土の子でした。